いろいろ。そうだよな。遅いんだよって。そんなこと言ってた。脱いだりとか。好きな人で告白するとき。すぐ行く。イケメンのことしか覚えてない。ビンタしてもらったら首おかしくなって。まだここ短い？腕は短いよ。そうみたいです。頭がマヨネーズだったとはね。いやだな。マヨネーズだ。ここまでね、昔話も交えていろいろお話ししてきたんですが、今日は、まあ、クイーンズクライマックスの特別番組ということで、現役レーサーの3選手にですね、はい、まあ、今年の、まあ、活躍を振り返りながらお話をウイチさん、はい、伺っていただきたいと思います、はい、浜名湖の空中戦がですね、フロート式に変わったじゃないですか。知らんかった。スタートがめちゃくちゃ速くなってるっていうことをおっしゃってたんですよ。11月走った時はあれそんなって思いました。全然ツとかの方が早いです。ツは見たもんね。ツは恐怖です。モリア節間 F2 行ったんで。マジで。しかもね。モリア選手、それはどうしてですか。それはイケイケだったからです。違う、モリア若くてイケイケだったからです。でもほら3人分かってなかった。いい情報ありがとう。あ、そうか、選手にとってはちょっと良かったですかね。いい情報ありがとう。でただあの新幹線が通るじゃないですか、浜名湖、うん、新幹線が吹く時だけ突風が入ってくるんですよ。へえ。でちょっと煽られちゃう時があるから、で横西さんに、あきみさんが言ったら本気にしてたっていう話。今も本気にしたから。俺だって今俺あの通過する時刻表作ろうかと思ったもん。この時間こだまだからそんな早くねえみたいな。ふざけんなよ。なんだよ。しかも金は意外と多いからね。入ってくるっていうから。今みんな。あと12人乗ってたら言っ、あのそれそのまま言ってたわ。もう乱してた。県外だったから言って嘘だよって言って。のぞみはやばい。のぞみやばいな。もうこうだね。スタートも届かなくなるから。それ向かい風。向かい風。そういうとこで言いますね。悪いね。悪ける。クイーンズクライマックスが浜名湖で開催ということで、ちょっとね、はい、3選手の今年を振り返りたいと思いますが、まずは長島選手、今年1年は本気でも思い通りにいきませんでしたね。でもそれこそレディースチャレンジカップで挑んだ、まあ、勝つしかないっていう思いで行って、まあ優勝戦も、うん、森谷選手がガン見し始めた。マキさんのレースをしっかり見ようと。まあ寺田さんが前走ってて、うん、この並びダメだったよなって思いながら直線で、でまあ受け前行ったんですけど、うん、ここですね、うん、まずは長島選手一周にマークを思いっきりつけ前、はい、うん、待って先頭を映してほしいですね。映ってない、映ってないし、なんか先頭がすごい迫ってるみたいなことを実況で言ってるんですよ。で、はい、僕らもええってなってパッて先頭が抜かれたらもう並んでたから、はい、すげえすげえって言って盛り上がってたんですけど、だって一周にマーク回ってあんだけ離れてたのにもうこんだけ、ここすごかったのよ。だからまああのどっちが勝っても僕的にはハズレでしたね。まあ、やりきりましたね。まあ受け入れれました。シリーズ盛り上げようって思いましたね。今のうちにシリーズのタイトル取っときましょうよ。そうですね、まや1号艇、そうドリームの1号艇を手に入れたんで、焚き火が来た、焚き火が、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、戻ってきてからにします、焚き火便で。そっか、これ横西さんの背中のシールってドラキリュウなんですかね。私ずっと気になってたんですけど。あれ壁暴れて割ったんじゃないの。ガタに穴が開いてんの。来たで、かなえちゃん、え後ろのがドラキュウじゃないかって美穂ちゃんが言ってんだけど、穴だよね。あ、違う、これエルモじゃない。シールなの。シール、子供が貼ってエルモなんだ。なるほど。なんかバンってやって、バンってやって、なんでドラキュウだっていう説と、あと誰かが壁ぶち開けたっていう。すごい黄金の右腕で。ちゃんとまくって違うんだよ。あのボディを見せてください。
可愛い短い短いです森谷選手は賞金ランキングトップでクイーンズクライマックスに挑むわけですが、はい、まあ、逆に悔しい思いも2つあったわけで、夏の女王を決める大会レディースチャンピオンの優勝戦をちょっとここで振り返りたいと思うんですが、そうですね、船足も良かったですし、もうスタートしっかり決めれば大丈夫かなって思ってたんですけど、って思ってたからこそスタートを先行しちゃった分ホッとしてたのかなと思います。安心するのが早すぎました。森谷選手のレースや最近の大きな舞台の大会っていうのは横西さんはご覧になったりするんですか？見てますよ。見ないわけない。完全に白目向いてるわけがない。わけがない。なんか今見た。あら、今見た。でもなんか思うことありますか？やっぱり今年ランキングトップで森谷選手が活躍したわけですけど、どんなこと思いました？いやいや、こればっかりは自分で乗り越えればもっと強くなれるから頑張ってください。ありがとうございます。いいこと言った。いいこと言った。これはね、もう絶対こういうのは通るところ道だと思うから、強くなればなるほど、はい、もう今年優勝戦、陰戦、4敗、4連続、負けてるんで、そんなのあるよ、何回も。ありがとうございます。それを自分でやっぱり克服して、はい、強くなる、はい、と思う、はい、説得力が違いますね。そう、空気が急に変わって、初めて横にしかない思い出した。確かに、いやだからそれやったらマヨニーさんになっちゃうから。香川選手は今年はどうですか？振り返ってどんな1年でしたか？マキちゃんと一緒にフライングしたんで、一般戦周りが多かったんで。でも今年3回の優勝は一般戦が2回と、あと女子戦が1回というところではすごいですよね。いや、出てたから、あの時は。はい、実はですね、3人に再び徳増ひろみさんからコメントをいただきました。また酔ってる酔ってる。名前言うだけで笑いが起こっちゃってるからね。また祝辞聞きます。そうそう、祝辞いいですか？いいですか？正座してもらいます。正座してくださいね。長嶋選手、今年は初めからモーターウに恵まれず、挙句のフライングで苦しい1年だったと思います。言い方よ。浜名湖の一般戦で平凡モーターの立て直しに成功し、その後もそのモーターは良い動きをしています。一時も手を休めず突き進む知識やメンタルは今後の糧になるでしょう。大丈夫だよ。悪いよね。もう読んでる最中ずっとこうやって涙浮いてる感じ。優しすぎ。はい、じゃあ次香川選手いきます。はい、とても旋回力のある選手だと思います。息子さんのデビューもあって集中力も増していることでしょう。アウトからでも十分船券の対象になり、特に5号艇でのイメージが強くあります。違うよ違うよ。俺6だけどな。違うよ、酔ってるからしょうがない。あ、酔ってるまだありますよ。慌てて走り回ってる姿は一度も見たことがありません。どんなプロペラでも乗ってくる印象です。まあ確かに。いやでも本当ね、慌てず騒がずっていうのが香川選手ですよね。さあ、じゃあ森谷選手です、はい、混合の G2 戦で優勝してさらに自信になったのか、コース問わずのレースが魅力的です。安定した調整力があって慌てている様子は見れません。勝率ナンバーワンになったのもそういったところかなと思います、ということで。そうなんですよ、勝率ナンバーワンにも輝きますね。おめでとうございます。もうたまたまでございます。噛んじゃった、はい、そこもっと実力をつけたいと思ってます。でも今101期の選手がこうやってね、勝率ナンバーワンになって、はい、いやもうドリーム戦が顔ぶれが変わりましたね。あ、最近なるほど、頑張んないとって思います。そうなんだ。いやでもそういう、こう世代の切磋琢磨っていうのはボートレースファンからしたら面白いですよね。また引退された鵜飼さんの話しますけど、はい、私がね、引退するけども、山川さん、はい、日高さん、そして横西はもう辞めちゃったけど、この辺が私の後を継いで、なんかこうついてきてくれたから、
今女子が盛り上がってるんだと思うんだよねっていうことを言われてたんですよ、でも鵜飼さんのおかげで本当に全然違う、その女子選手でやっぱりあそこまで陰取って何を言われても自分を貫くっていう、ああいうのがあったから本当に続いてるのは思う、もっともっと G1SG に出てって優勝すんだ、優勝戦乗るんだみたいな、そういう意気込みを持って頑張ってほしいですね、ダブルマヨってやってたんですよそれやってない、やってないでしょ、絶対やってないでしょ、ファイトって言ってました、鵜飼さんのその記事見てやっぱずしってきましたよ、なんか甘いみたいな、感じで、おなんで鵜飼さんが手紙もらったんですけど、横西さん、はい、あの書いてたんだよ、なんか書いてなんかメモってると思ったんだもん、いやさっきずっと書いてるから何書いてんのかなと思って、すげえ持ってんなと思ってたんだよ、それサインして1名の方にプレゼントしましょうか、いらねえ、サインかける、ツイッターでトレンドになるんじゃん、トレンドやめてよ、ハッシュタグマヨにしてるなんだよそれ、まだもう12月流行らせます、今日も新幹線に続いてやられてますからひどいよね、もう長島真希のコメントには要注意ですよ、要注意ですよ本当に、嘘つきだから横西さんは改めてどう思います、自分が今引退して今、SG 取るなら、可能性は絶対あると思う、ペラの制度が変わってから誰か取るんじゃないかなって思った、この今の制度だとやっぱり女子の方がエンジンは出ると思う、からすごい尻尾が、にゃんこの尻尾が、かわいい、かわいい、にゃんこ来た、来ました、かわいいね、かわいい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 、ウイチくんも飼ってるよね、うん、ハチワレもいます、うちにも、ハチワレ、あ、一緒、ハチワレとキジトラとね、かしこそう、かしこそうな顔して、ここでクイーンズクライマックスを第1回から第8回までなんとダイジェストにまとめてみましたのでご覧いただきましょう、これが第1回大会ですね、めっちゃうまい、うち何号艇だったっけ、3号艇ですね、三浦選手はね、で香川選手は6色のボードを入れて、すごい、このティアラですよ、エリティン、みんなここほくろつけてましたよね、あ、つけてたお出迎えするときに、もう水面が真っ暗で寒かったですそして第2回大会近く意外ね、そう、なんといってもこの赤いマントとティアラっていうのがやっぱり注目どころだったじゃないですか、ねえ、これどうですか、悲鳴でしたね、やばいこれやばいこれやばい何これってな、ねえ、うん、そうそう、これタッチでしたよね、日高さん、そうなんですね、なんかすごいね、隅の絵、日高さんそれぐらい行かないと、休みって聞いたけど、休み、今 F3まだまだやるな日高さん、うん、まだまだやるよって言ってた、まだまだ三宅も、でもこうやってティアラをねどんどんこう頭にね乗せてる選手たちを見ると重いっていうのはどうなんですか、長嶋選手、あ、ね、そうですね、うん、もちろん重いとも聞いてますし、あ、実際にねそっちの重なんか落ちそうで動けないらしいですよ、みんな重くて、ね、これあれか、三浦がフライングしちゃった博多、そうだそうだ、うん、悲鳴を上げた時ですね、ねえ、もうなんかもう優勝すると思ってたから三浦が、ラッセン長野の格好してたんですよ、それはショッキングだ、三浦怒られてなんかもうお悔やみみたいにしてて、兄帰ってお悔やみこれは明恵、はい、明恵っぽいね、唯一クイーンズクライマックス2回優勝してるのが松本明恵選手ですもんね、いやすごいですね、そう思うとね、ほぼ毎回顔ぶれが違うっていうところでは面白いと思うんですよ、やっぱり簡単じゃないんだなっていう、香川選手なんかどうですか、このマントとティアラ姿見ていや、そうですね、マントが短く、
この辺の襟が短くなってよかったと思って思ったやだ、あんな高かったら嫌だと思ってやだドラキリューみたいな、うん、ドラキリューみたいな、うん、これはどこだったっけ、これが大村ですね、うん、あ、私へエミか、そうです遠藤選手かな、そうですね、うん、寒かったこの時も飛び込んだ、そうですね、はい、遠藤選手、うん、それこそ同じ滋賀支部を盛り上げてる女子レーサー2トップといっても過言ではないですからね、うん、香川選手、はい、うん、そうか滋賀支部か、滋賀支部だよ滋賀支部か滋賀支部だよ何言ってんのかよく分かんなくてで、秋江、はい、再びですね、インコースから、すげえな、うん、すごい、そうそう、この時ね、長嶋選手もいて、なんとか勝負掛け成功してみたいな感じじゃなかったですか、あーって忘れた、いやでもこれもしね、横西さんがいたら当然これ、ティアラ被ってたと思うし、うん、かぶってた、かぶってた、似合わん、ちょっと届かない、かられはない、似合わん、腕が届かない、何言ってんの、抑えられない、でこれが去年ですね、南谷選手、この時は香川選手が大喜びしてました、いやもう何回回し合わせしても一定しみやちゃんが下がってたから絶対みやちゃんはないと思ったのに、いやすごいと思って、ね、真骨頂でしたよね、はい、あのレースは、うん、しかもインが遠藤恵美選手、うんうん、そこもちょっとすごいハイレベルな戦いでしたよね、うん、なんかそれもさることながら、あのほあの本当にティアラが重いんだなっていうのが、うん、全員なんかこうそこですか、こういう感じになってこう上を伺い伺いでそーっと首動かしてるから、あれ高いんだよね、よっぽど重いんですね、うん、高い、200万、高いや、落としたら困るじゃん、だって200万、確か高いはずですね、もう9回目に迎えるんですね、今年で、なんかあっという間ですけど、そんなにやってんだね、じゃあ9年前ってことですよね、横西さん、うん、そうです、そうです、本当だ、9年前ですよ、こんなに出ても多分誰って感じじゃない、いやいやいや、逆逆、いや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 、新しい綺麗な JLC のお姉さんかなって思われるかもあ、ごめんなさい、大声で笑っちゃった。とりあえずクイーンズクライマックスは何と言ってもほらトライアルが枠番抽選になるわけですよね、はいはい、何か回す前にいつもやってることとかルーティンみたいなのってあるんですか、左手で回します、はあ、弦は担ぎたいというか、うん、意識しだすとキリがないんですけど、うん、やっぱね外れた券売機では買いたくないんですよ、ね確かに次は隣ってもう買えなくなっちゃうじゃん、レース行く前と一緒で、で、手をきれいに洗って抽選したいなって思ってます、年末までたくさんいいことをして、うん、いい流れが来るように験担ぎしたいと思います、そこでですね、まあ、枠番抽選も大事だということで、実はですね今回クイーンズクライマックスに出場する12名の選手の12月の運勢占っていただきましてランキングで発表したいと思います、12位から7位まで発表しますので皆さんもご注目いただきましょう、こちらです、じゃん、お、いいじゃん、よしみ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 、カメラで撮るからちょっと待って、ちょっと待って、撮れないじゃん、ないじゃん、写メ、写メ撮りたい、写メ撮りたい、撮って撮って、これ右に書いてるの何ですか、あ、7位か、これね、ないじゃん、右に書いてるのはラッキーポイントです、ね、ラッキーポイント、はい、ですからまず8位に香川選手、はい、ラッキーポイントは体の中心軸を感じる、どういうことなんでしょう体幹鍛えろってこと、体幹、体幹、これやっとけば大丈夫はい、どんどん次のステージに向かっている自分に自信を持ってレースをしてください、ゆうこ、なんて書いてる、なんて書いてあるの、そう、白い猫、すごい短いけど、細川選手は周りがあなたを支援サポートしてくれます、安心して能力を発揮してくださいっていうのが細川選手、いつもじゃん、いつもじゃん展開作ってくれるってことですね、その通り、よしみは、よしみはアートに触れる、岩崎選手の占いとしては子供が遊ぶように楽しくレースをすることで最高の結果を導くことができます、得意じゃん、得意じゃん、得意じゃん、それでは6位から順番に発表したいと思います、はい、まだ森谷選手はいませんからね、うん、はい、それでは発表いたしましょう、6位は遠藤恵美選手、はい、
ボートと水と自分を一体化させてください。ラッキーポイント、三角のサンドイッチ。ランチはパン食ですね。パン食ですね。続いてまいりましょう。5位は松本明選手。注目を浴びることになるでしょう。自分らしくレースをしてください。みんなこれ優勝しそうじゃん。続いてまいりましょう。第4位、田口節子選手。重い感情を脱ぎ捨てることで軽くレースできます。それ大事だね、せっちゃん。確かに。これなんて書いてあるんですか。ラッキーポイント、ラッキーポイント指輪です。指輪です。指輪。それではベスト3、まだ森谷選手登場となりませんね。さすが持ってる女は違う。それでは発表しましょう。第3位は小野瀬奈選手です。森谷いいぞ。人と比較せず、ただ自分に集中してください。ラッキーポイントは旅行の計画ということです。でそう、モリアか誰だ。モリアか平山さん。そうですね、あとは2人ですね。なんかトップは違うね。違うね。持ってる賞金のやっぱり持ってるね。しかもなんか優勝戦の枠番なんか記憶にあるようなないようなみたいな感じですけどもね。逆になっちゃったりみたいな。1と2でね。それでは発表いたしましょう。第2位は森谷美穂選手です。今先に言っちゃったよね。優勝戦の枠が別になっちゃったみたいって答えじゃんねと思った。映画鑑賞、映画鑑賞、映画鑑賞、ドラえもん見に行こうかな。体に細心の注意を払ってください。お酒もほどほどにってことだと思います。そんな飲んでないです、大丈夫です。はい、それでは発表しましょう。第1位は平山千佳選手です。はい、願いは叶う、ただそれだけを信じ抜いて。全員優勝しそうじゃん、本当に。ここでちゃんと横西さんと長嶋選手も占っていただきました。入ってないじゃんって思ったんだよ。思った思った。叶えはいいでしょ。じゃあ長嶋選手いきましょうか。間違えちゃった。長嶋選手の12月の運勢は、書いときな、書いときな、書いときな、メモいつもみたいに出た。めっちゃ長い、めっちゃ長い。孤独を感じやすくなる月です。心が寂しくなる時ほど周りの意見を跳ねのけず耳を傾けてください。そして徹底的に行動してください。12月に種まきした出来事はその時その時はバラバラに感じるかもしれませんが、必ず一つにつながってきます。これ優勝ないじゃん。来年の1月から3月でそれらの花が開きます。12月はネイルや書道など手を使う、もしくは手のお手入れをすると運気がアップします。手か、手、手をもっと鍛えてる、うん、これか、うん、足みたいになっちゃってんじゃん。もう、ちょっとね、時間が長くなるね。手を手入れして、やめないよ、手を手入れして、ここからここ手入れします。そうですね。最後お別れのポーズは今日はこれですね。普通こうだけど今日はこれですね。こうじゃない、ね、こう。それでは横西さん占ってもらいました。こちらです。じゃん、みたい。全員タップしみってタップした。動けない状況でも社会や周囲などの様子を見渡してさまざまな情報を取り入れていくことができるでしょう。情報が集中的に入ってくる月になりそうです。その中からいい情報を取捨選択していくことで心の中のつっかえを取り、良い流れを作っていくことができます。12月は料理をしている時にパッといいアイデアがひらめきそう。ひらめきそう。やばいやばい。料理が運気アップにつながります。あ、優勝やな、これ優勝や。優勝や、優勝や、優勝や。ちなみに料理で運気アップって、あのかなえママの得意料理は何ですか。結構料理得意なんだよ。何でも、ね、何でもできる、ね、すごい、何でも、何でもできるよ。じゃあ評判がいい料理は和食。和食全般。なんとですね、ここでウイチさんの金運も占ってもらいました。お、それ大事じゃん、年末。めちゃくちゃ大事、大事、ね、僕31日大晦日は行くんですよ、うん、浜名湖に。そう、だからもうね、しこたま抱えていくわけじゃないですか、うん、それにまつわる今いい話を引き出そうとして頑張ってたんですけど、覚えたのはもうマヨニシだけなんですよ、今のところ。本当に太すぎちゃって、もうこの情報が。ここにお金入れてってください。そうか、
ここに入れてこあるよみたいなね貯金して貯金して太いよそうだよ。ウイチさんの金運なんですが、12月前半はあまりお金を動かさず与えられているものに感謝しながら過ごしてください。突発的にならず分析計画がポイント。12月後半はこれとピンときた直感を信じてください。直感は情報分析とはまた別のところから持たされますので、ここが面白いんです。でもなでもなと思考をこね回さないのが直感を大切にするコツです。よくでもなって言ってますよね。あのね、展示とか見ちゃうとね悩むんですよ。あ、悩んでるかも。そうそうそう、悩んでますね。悩んでるって見たことあるわ、ね、マジでめっちゃ悩むよだから皆さんにとっても勝負ですけど、うん、ウイチさんにとっても勝負のクイーンズクライマックス。いや本当にそうなんですよ、まあ、最後の最後大詰めなので、うん、お一人ずつ意気込みをちょっとねお伺いしたいなと思います、うん、まずは長嶋選手、本当残念ながら12人の舞台には立てなかったんですけど、はい、もう本当シリーズから盛り上げて、もう地元の浜名湖の年末大いに盛り上げたいと思います。優勝します。この動画をご覧になられたファンの方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、もう分かってますよね、みんなが期待してるの。あ、さっき言っちゃったんですけどねいわゆるネタは考えてるんですか、今年の選手紹介は。あ、もうこれしかないんで本当ですね、はい、マジかよ、もうこれもう決まりますちゃんとかなちゃんはちゃんと見てよ。見るよ見る、苦情の電話かけるわいやでも本当地元開催なんで本当にあの、はい、期待してます。悔しい思いも含めて、はい、期待してください。今のうちにシリーズ取っときましょう、はい、さあ続いては香川選手にお伺いしたいと思います、はい、そうですね、去年は優勝戦の一応乗れたんですけど、まあ優勝はできなかったんで今年こそ目指していきたいかなと思ってます、はい、いいですね。それこそベテランって言ったら怒られますけど、もうそのあたりのね、いやもうベテランですよ人生の半分以上やってんだからそうですね、はいはい、さあ、はい、そして守屋選手です。はい、今年の反省を生かして1年の集大成を締めくくりくくって、うん、みんないつも応援してくださる方々と笑顔で年末迎えられるように頑張りたいと思います、うん、見ててください。うん、あ、いいですね、この見ててください、はい、うん、去年もすごく取りたくて1年間頑張って悔しい思いをしたので、うん、今年は、はい、嬉しい涙を流せるように、うん、はい、頑張りたいと思います。横西さんからもアドバイスいただきましたからね、うん、はい、うん、私も頑張ります。いいの？私はいいの？もう完全にあのお笑いの人になってますよね。最後かなえちゃんに久々のメディア出演はいかがでしたかという質問が。いやもうなんかメディアって感じじゃなかった。ただのなんか普通の世間話みたいなと思ったし、仲いい人たちで出したみたいな。今こんな感じのが多いんですよ。宅急便来たっつっていなくなってもいいし誰それずっと迷いに仕掛けてる人もいるしそう、いや、あんま堅苦しく考えないで今後もね、いろいろ声かかったら都度出ていただきたいなと思いますけどね。ええじゃねえよこんなに短くて太い人いないんだからいや、いっぱいいるよ。いないいないいない。見たいですよね、皆さんもね、また迷いにしよう、迷いにしてんだよ、迷いよ、書いてください。どこ書きます？あ、頭の後ろ。いやだって横西さんなんかサイン書くの久しぶりでしょう。あ、そんなことないです、毎日書いてますよ。貴重じゃん宅急便にね。皆さん書き終わったらサインのここに書いたの、どこ書いたのさすが現役派だね、現役がやっぱり遠のいてるの、誰かに書いてもらえばよかったじゃん。ブランクがね、ブランクってまた走んないよ。綺麗になった。いいね、いいね、はい、あ、いいですね、皆さんちょっと、はい、たまに回転させたりなんかしてちょっと待って一人マヨニシがいる
これでしょ、おゆきさん。いや、マキちゃんがもう手で隠してるの俺分かってたんだけど、何回見ても面白い。土の子みたいなさいよ。あ、ごめん。著作権いる？あ、著作権。さあ、ではそのまま皆さん持ったままですね、手を振りながらお別れしたいと思います。はい、本当に今日はどうもありがとうございました。あ、それでは、はい、皆さんさようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、カレンダー買ってね。買います。